はい、どうも、ユミワイのみっちゃんです。ブーブーブー、ひーちゃん、温めてる？いや、食べます。ひーちゃん、食べ終わっちゃったよ。一杯目食べ終わっちゃったよ、ひーちゃん。もうできるよ。うん。うん、ごめんね、ありがとね。まだ食べるんだったらやってね。うん、いっぱいあるから。うん、主人、でも言ったけど今日も英語の勉強するんだよ、1時間だけ。香ばしい匂いが、いい匂いですね。チーズの焼けた匂いがしますね。うん、具はね、うん、じゃがいもとね、うん、玉ねぎ。じゃがいもと玉ねぎか、うん、すごい美味しいよ。うん、牛乳もラブミルク美味しいね。うん、うん、ラブミルクを今日は買いました。牛乳、名前あれ何？ラブミルク。あれ、これは何？ママ？ひーちゃん。そう。うん。そうだよね。前回の違うよね。
じゃがいもと玉ねぎの組み合わせいいね。うん、炒めてる時も結構いい匂いだったね。ちーちゃん、みっちゃんダンスのまた続き動画上げたから。笛みたいになった。
あ、いいね、ひーちゃんの作りたての一番最初の食べちゃって、ひーちゃんのグラタン、もうどう、うん、まだいける、うん、もうできるけど、でもデザートも食べたいから。デザートに負けましたね。あと明日も食べたいし、明後日も食べたいし。明後日もあるよこれ。うん。もう食べて。うん。はあ。じゃあいただきます。何？まだ熱いのそれ。もうちょっと熱い。うん。美味しい。うん。ごちそうさまでした。はい、出しまってデザート食べよう。まつけちゃうじゃん、うん、おいしい。ちょっとしこっち置いて、こっち、ひーちゃんのグラタンを食べて、とてもちょっとこれ、ひーちゃんこっちか、これ何これ、ひーちゃん何なんこれ、サブレ、サブレ、北海道もなんかあるんですかね、北海道のお土産かなんか有名なのか、北海道で有名なのかね、そうなの？そうじゃない。それ一枚で普通に食べてみますか。うん。美味しい。本当。うん。うん、しっとり、すごいしっとりしてる。この中で写真載せましたけど、サマーロクに行って、うん、パンケーキデニブラウンで食べて、これもちょっと気になって買ってみました。はちみつそら豆、新規とそら豆、すごい、そら豆が中国産です。そら豆は中国産、これ濃い、何が濃いの、濃い、蜂蜜が濃いの、いや豆、豆じゃない、うーん、お酒とかのおつまみ、これ美味しかった、これ最高で128円、うん、結構いい値段するんだよ、うん、この大きさな、
そうだよね。これで128、結構いい値段だね。うん。でもその分やっぱ美味しい、美味しい。うん。いやー、いやしーちゃんの美味しかったよグラタン。そう？味なくないこれ。なんで？味あるよ。なんで？めっちゃあるよ味。本当。しょうがないしーちゃん。ひーちゃん、じゃあちょっとひーちゃんがそれをじゃあ美味しく食べれるように俺が横でみっちゃんダンスを踊ってあげるからね。みっちゃんダンスをちゃんと俺みっちゃんダンスを俺ちゃんとあれしなきゃいけないんだから。ん？ね、ちゃんとしなきゃいけないんだからってどういうこと？忘れないように。あ、ね、いいよ。あれもう始まってる感じ？ちゃんと忘れないよ、忘れないようにしてよ、忘れないようにしなきゃ。ちょっとこれメモしよっか。頭のメモでいいよ。じゃあいいよ、ちょうだいしーちゃん、ちょっとしーちゃんそのご飯食べてるあのあれで あれにその余興で俺が横で踊ってあげるっていうサービスなんだから。ちょうだい何ちょうだいって。なんだろう、9をちょうだい、9を。9、スタートの。あ、ちょっと待って、ちょっとさ、これ後ろさ。じゃあそれでよ。ちょっと待って、バリエーションが増えたのをさ、うん、どれもちゃんとさ、盛り込んでちゃんとやりたいんだ俺は。レッツダンス。バリエーション増やした方がいいけどね。なってる？そういうことでいい？ご飯食べ終わっちゃうんだけど。大丈夫、ちょっと大丈夫。思い出させて。よじただけ。そうだそうだ。はい、それではお願いします。どうぞ。いつもなんか。求めすぎやな。みっちゃんダンスです、どうぞっつって。いや、みっちゃんによるみっちゃんダンスです、どうぞ。しーちゃんが大好きなっつってちゃんと言って、私が大好きな、ね、もういいよそれ、やめて。私が大好きなっつって、はいはい、ちゃんと言って。私が大好きなみっちゃんによるみっちゃんダンスです、どうぞ。ねえ、何シリーズだし。やっちゃったよ。大き出しちゃったよ。とっても良かったです。だいたい今までなんか盛り込んできたのを全部足してみたんだけど、ちょっと長いかな、もっとショートに。いや、それでもっとどんどん増やしていけばいいと思うよ。
ちゃんとあれも言った方がいいかもね。ちゃんと次はこれですって、あのなんだっけ、ラジオ体操みたいな。いやいいよ。まずは相手の心にこう相手の心をにバキュンみたいな感じの気持ちでやっていきましょう。続いて自分が僕は僕だよっていう気持ちを込めてやりましょう。全然聞いてくれない、見てくれないじゃん。次は日本の伝統を思いながらやりましょう。続いて自分がものすごい巨乳みたいな気持ちで一気に台無しだわ。やりましょう。ね、片方何してんの、まさぐってんの。巨乳だよって、僕巨乳だよっていう気持ちでやりましょう。一つ一つにちゃんとそういう気持ちを込めながら、今僕は南国でとても楽しくやってますという気持ちでやりましょう。南国で波に揺られて海の気持ちに今なってますっていう気持ちでやりましょう。それ顔にもポイントあるんですか？ポイントちゃんと顔はもう常に明るい笑顔で明るい、ちょっと歯を出し気味 で続いて僕は死んでいるという気持ちでやりましょう。この時は表情は暗めに。何してるその顔。よく思いつくなと思ってさ。続いて、超時間をかけて編み出した技を打ってるような気持ちでやりましょう。地球にやってきた、突然やってきた、他の宇宙の天体から来たなんか戦闘民族が現れた時に、その時に奥の手で使う技を打ってる気持ちでやりましょう。で続いてジジイが50年ぐらいかけてやっと打てるようになったのが、オラは打ってみたら一瞬でできたぞみたいな気持ちでやりましょう。このポイント重要になってくるのは、ここでよく溜めるんですけれども、実はこう溜めとかなくても OK です。本来は溜めてる感じの方が技を出してるっぽいんですけど、必要に応じて一瞬でこうやってやっても大丈夫です。さらにポイントはジジイは50年ぐらいかかったってことです。続いて、地球上の電気を一点に集めてる気持ちでやりましょう。これポイントになってくるのは、2発も3発も本来は打てないってことです。続いて指をよくなるような気持ちでやりましょう。
そしてあなたのハートを打ち抜くよって気持ちでやりましょう。私、僕は僕だよって気持ちでやりましょう。俺はもう死んでいるという気持ちでやりましょう。熱い。そんな感じですね。ひーちゃん、聞いてた？はい。今まで分かった、ちゃんと。深かったでしょ。それぞれの振り付けをやる際にちゃんと、あと、超かっこいいブレイクダンスをでき、ブレイクダンスをやってる気持ちでやりましょう。ヒップホップとかそういうちょっと、スラム系の気持ちでこうかっこよく決めてるダンス。ちょっとイケてる、俺イケてるぜっていう気持ちを強くひねり出しましょう。これはそれぞれどっかしらのアクセントで間に入れていくととてもみっちゃんダンスにキレが生まれていいんじゃないでしょうか。あとは僕はとってもひょうきんだよって気持ちでやりましょう。なんかムカついた時にやりましょう。ということで、みっちゃんダンスをまたちょっと踊ってしまいました。めっちゃ汗かいてるわ。めっちゃ汗かいてる。こんな汗かいちゃった、しーちゃん。もうめっちゃ汗かいちゃったよ、もうしーちゃん。熱いよ、もう。ということで、ひーちゃんのグラタンを食べるついでに、みっちゃんダンスをなんとなくちゃんとあれしました。いや、もう一回ちょっとしておさらいね。みんなちょっと分かったね。一つ一つおさらいもう一度しとくよね。まず相手のハートを打ち抜くつもりで、俺は俺だよって、超俺だよっていう気持ち。僕超ひょうきん者だよっていう気持ち。日本の文化を僕は大切にしてるよっていう気持ち。俺超巨乳だよって気持ち。すごくバネがあるよって気持ち。指を超鳴らせるぜっていう気持ち。俺もう死んでるよって気持ち。この時表情はもうなんか死んでるみたいな顔ね。これ死んでるなって相手、あ、これ死んでるなっていうふうに相手が思ったら死んでるって、ある意味で、ある意味では死んでるっていう。実際に死亡しちゃってるってことじゃなくて、ある意味で死んでるよみたいなことで。で、なんか戦闘民族が突然宇宙から飛来したときに、その時用に取っておいた奥の手の技を今打ちますっていう気持ち。相手に眩しい思いさせてやろうって気持ち。 あるいは、なんかおでこから出しますみたいな気持ち。それは人によって各々の気持ちはどっちでもいいよ。
相手を眩しくさせてやろうって気持ちか、おでこから何か出すよって気持ち、どっちか。この時に重要になってくるのはあまり余計なことはしない。で、あと、ジジイは50年ぐらいかかったけど、俺は一瞬でできたぜっていう技を作った時の気持ち。これは、あの、かっこよくしたい時はここでなるべく溜める。こうやってやるとやっぱかっこいい。なので、かっこよく見せたいときは、なるべくここで溜めておく。こっちのがかっこいい。で、なんだっけ。あ、地球上から元気を集めたものを一気に打つ気持ち。これは基本的に1回しかできない。あの、そんなにすぐには一瞬で何発も打てるもんじゃない。もうその時に1回を大事にして打つから、こんな感じ、ちょっと込めた方がいいですね。あと俺めっちゃイケてるよっていう。俺スラム街で座って超イケてるぜみたいな感じの。これをどっかでアクセントで込めることに、入れることによってだいぶキレが増します。で、あと南国のビーチで俺は波の気持ちになっているよって気持ちで、こんなとこかな。こんなとこだね。じゃあこの辺をじゃあおさらいでじゃあやっていきましょうか。じゃあここまでの、じゃあここまでの投資でじゃあやってみましょう。これ重要なのは、今それぞれちゃんと気持ちを込めて、今の僕の言った通りの意識ができてるかが重要なので、その意識をちゃんと持ちながら、ただただなんとなく惰性みたいにやるのではなく、一回一回気持ちをちゃんと込めて、その正しい心のフォームでこう一つ一つの、一つ一つをやっていく。この意識が大事です。なんでその意識を常になるべく高く意識ある系でやっていきましょう。しーちゃんちょうだい。しーちゃん、はい。ではみっちゃんのみっちゃんダンスをお願いします。しーちゃん、ちょうだい、拍手ちょうだい。いや、すごいね。しーちゃん見てないけどね。なかなかハーハーしてるね。ということで、
ミッチェルダンスのそれぞれのフォームの意識の正しい持ち方なども込めた上で、ミッチェルダンスをやらさせていただきました。またどっかでやろうと思った時にやりたいと思います。ではまた皆さん、では英語の勉強配信をまたちょっとしたらやりますので、では はい、どうも UMI のみちるくんです。テンフィンガーネイルズです。これを落とします。もう2時回ってるので、もうちょっとしたら一般シェル出勤なので、パッと落としていきたいと思います。あ、先生、俺も有給取ったから。うん、うん、あと提出するだけでしょ。うん、それでは、テンフィンガーネイルズでした。ではまた、一般紙の出勤前などに配信したいと思います。では、はい、ちょっと先ほど配信が途中で切れちゃったので、こちらですね、このこれでしーちゃんからのリクエストで紫にしようということで、紫でいってみますね。でこれですね、これちょっと、これ紫ね。ちょっと、あれ？いった。しーちゃん、しーちゃんいったんだけど、これ紫。